ちょ、洗濯畳んでくれたはいいけどさ、靴下片方ないねんけど。知らんよ。ちゃんとそこに溜まっとるのは全部洗って干した。これ辺とかない？片方。そこはない。もう昨日一回、もうその洗濯籠を空っぽにしたってだけ。なかったって。いや、片方ないのおかしいやん。普通にこう思えて。もう知らんよ。あんたがポン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 どこでかんで脱ぎ捨てるけんた。ここにもない。知らんよ、やんと。ここにあんねん。あれ？え？洗濯機の後ろに入っとっただろ。え、これちゃう。うわ、絶対これや。え？ちょっと待って。なんかある？ライト。懐中電灯かなんかライト。もう。これちゃう。あんたが脱ぎ捨てた服ば毎回そりゃ洗濯機の上にポンポン投げ捨てるけんが落ちとったた。いや、まさか、あそこ行くなと思わへんやん。だけ、洗濯籠に入れんけんた、あんたが。お母さんはちゃんと洗濯籠に入れろって言おっただけ。いや、もうこれやん。知らんやん。いや、もう一番下まで行ってるってどうやって取んのこれ。考え、自分で。いや、考えてもう無理やって、手取るか。いや、もう無理や。なんか棒かなんか取れた。棒かなんかガムテープかなんか。棒ってどれよ。棒ないね、その辺なんか。無理よ、そんな。クックルワイパーとかない。ないよ。どうやって取んのって。考えろ、それぐらい。一番下まで行ってるやん、もう。バカだねば。どけ、ほら、どけ。どけ。痛いの、やめろ。うん、たま。どけてよ。何してんの？もう錆びとっとたハンガーも。何してんのってね。あんたのために今してやりとったよ、お母さんは。なんとか。どういうのそれ。は？公務の一番上ば。あ、もう俺だった。もう。これで届かんのか、これもまっすぐしてか。これ。そういうこと？なんとか。これで、これで引っ掛けて、ここで。切る？わからんとやな。ちょっと、照らしとって、そっちからと、そっちからと、そっちから。ああ。うわぁ、一番下ね。そうやん。そうやんって。あいだ。ちょっと照らせて。照らしてるやん。ちょ、それも、マジ頼むな。気に入ってるやつやし。ああ、もう邪魔な、この。ああ、もう絶対怒らない、あんた。ちょっと待て、もう。いや、洗濯機の上に置くけんた、あんたが。まさかそんなになると思わんやんって。初めてよ、そんな落ちんの。照らせて。照らしてるって。ああ、うん、いける。ああ、え、ああ、これかぶったらもう一回ない。もう一回これもういけた。ああ、もうよかったよかったって。やんなろべ。もうこれ置いとけ。もうあんたが後ろに落とした時よりもここかけとけ。もうで、その邪魔やろ、それも。と邪魔やろって。ちゃんと洗濯カゴに入れんけんたのに。だろ、だっても次からちゃんとやります。ありがとうございました。だろ、ありがとうございました。だって、なんでまた靴下なんか気に入ってんねん。はい。ほんと。チャンネル登録よろしくね。